岐阜公園方面を
味方は必ず来る。こっちだよ。豪胆なる取り付けを進め、最後は逆さ陣された上に突き刺しされまして、なんとも哀れでございますが、この一騒動のおかげで信長様、家康様は長篠城陥落の前に北の原に到着された。まさに武田君の大失態。この時、この戦いの勝敗は決したのでございます。さて、大長篠の戦い、熊本の戦で史上初めて鉄砲が組織的に使われた戦いと言われております。鉄砲はこの戦いの30年ほど前に伝来した南蛮発祥の武器でございまして、すぐに国内で生産が始まったけれども、火薬も弾も材料の多くが輸入品で、大量に運用することはほぼ不可能と思われている。されど目の付けどころが信長様でございます。信長様の最大の武器は豊かな美濃の地を根幹とする経済。信長様は鉄砲を大量に買い付け、そして大量に集めた兵士たちにも10分からの放送で岐阜市内で、ね、撮影が行われました。なんでブーでね、なんでブーで、この子。